皆さんこんにちは。コインシェアズのデジタル資産ファンドフロー集法によると、先週機関投資家からのデジタル資産投資商品へ多額の流入額が発生したようです。その前に DMM ビットコイン3億500万ドル強奪事件の背後には北朝鮮のラザルスグループ。報道によると、日本の仮想通貨取引所 DMM ビットコインへの最近の3億500万ドルのハッキングは、悪名高い北朝鮮のラザルスグループと関係があるということが分かってきたようです。北朝鮮のラザルスグループということならば、強奪された資金はミサイルの製造資金に使われる可能性もあります。日本の取引所から盗んだ資金で日本に向かってミサイルが飛ばされるということになります。日本の週刊誌は、他人の不倫なんて追いかけていないで、この問題について DMM を追及してもらいたいものです。盗まれたビットコインは将来の核開発の資金になる可能性だってあります。先週、機関投資家からのデジタル資産投資商品へ多額の流入額が発生。リップル対 SEC の判決が近づく中、XRP は資金流入額の 250% の爆発的な増加。デジタル資産投資商品は価格の下落によりさらに買いが入り、先週は14億4000万ドルの流入があり、年初来の流入額は過去最高の178億ドルとなり、2021年の流入額106億ドルを大幅に上回った。ビットコインは13億5000万ドルと過去5番目に大きな週間流入を記録した。ドイツ政府が売却している時に機関投資家が蓄積していたことが証明されました。イーサリアムも先週7200万ドルの流入があったようです。これは米国でのスポットベースの ETF の承認が間近に迫っていることへの期待からだろうと言っています。XRP に焦点を当てた投資商品への流入は過去1週間で 250% 急増しました。先週 XRP への流入額は100万ドルを超え、先週の40万ドルから増加しました。これにより今年初めからの XRPETP への純流入額は合計1900万ドルを超えました。リップル XRP はソラナの440万ドルの流入に比べたら100万ドルの流入なので、少しも物足らないように見えますが、 SEC との訴訟中にもかかわらず連続して流入しています。最近になって XRP のクジラの活動が活性化しているようです。リップルの大口投資家は保有量に3億 XRP を追加し、上昇を予想。オンチェーン情報トラッカーのサンティメントのデータによると、リップルの大口ウォレット投資家は7月12日から15日の間に保有資産に3億 XRP を追加した。クジラによるアルトコインの蓄積は通常資産にとって強気であると考えられているため、XRP のさらなる上昇の理論を裏付けています。1000万から1億のトークンを保有する大口ウォレット投資家のグループが3億 XRP を追加した一方で、10万から100万 XRP を保有する別のグループが同じ期間に1000万トークンを蓄積しました。今回の上昇にはクジラの活動があったようですね。ビットコインの日足のチャートでは、前回動画で言っていた通りの生産のネックラインで一旦抵抗に遭いました。ですが、動画作成時ではショートスクイーズが発生しそうな勢いは感じます。リップル XRP の日足のチャートでは、過去の生産クラスターを突破して、そのクラスターは消滅しましたが、今も抵抗のラインとなっているようです。長いしていると生産のクラスターが発生してくるので、長いは禁物です。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。 Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.
as the chemicals that take us high.